ヨルちゃん、今度水遊び行くからライフジャケット買おうか。これからの水遊びで必須やで、ヨルちゃん、ライフジャケット。溺れたら大変やからな。サイズ測ろうか。まずどこ測ったらいいの？首周りと胸囲と着丈。じゃあ首周りから。失礼します。失礼します。44ぐらい44。では続いて胸囲。ちょっと待って、いや待って待って、ちょっと待って、ちょ、何って。77。ラッキーセブンや。首周り何倍やったっけ。44ぐらい。44と77な、うん、最後着丈。首の付け根から尻尾の付け根ぐらい。尻尾と、じゃあまっすぐなって、まっすぐ。ちょっと曲がってるけどいいかな。うん、メジャーもなんかクリーンってなってんね。62ぐらい。62。だってるるちゃん、だいたいやってれば。だってサイズってあれちゃう、 S、N、L ってちゃう、多分。首周り44の胸囲77の着丈62。うん、ライフジャケット買おうか、ルルちゃん。なあ、どんなんが届くか楽しみやな。ルルちゃん、ライフジャケットが到着してんの。一回着てみる？せやね。なあ、ルル着てみようか一回。これから琵琶湖とか泳がなくなるな、ルルちゃん。これはお願いします。そうだな、黄色目立つやろ。うん、いいやん。何サイズ買ったやったっけ。何やったっけ。 L やった。ちょ、 M か、 M か、 M やったっけ。 M サイズやった気する。着てみようか、ルル。ライフジャケットって言います。まあ、ないやろ、ルルちゃん。ルルが浮くやつやで、これ溺れへんようにするやつやで。ここに頭通すだけやねん。なんだっ て、 って、やだって。なんでやなんで怒んの、ルルちゃん。せっかくこうだな。怖い。これ怖いよ。はい。怖くないやろ。来てみよう、あんじゃん。戦うぞ、私はって言ってる。何が怖いの。何も怖ないやん。ルル、なんでこれってしょんぼりしてる。ルルちゃん、いいやん。拗ねてる。つけられた。拗ねてるんで。拗ねてんの。でもルルちゃん、ちょっとこれつけて俺これ楽しくなるで。いっぱい泳げんねんね、ルルちゃん。いやいやいや、
ターに行